二十八代皇帝セリム三世が帝国の衰退を防ぐための近代化政策の一環として創設した西洋式新軍隊である。ニザームジャディードとは新たな秩序を意味する。ニザームジャディード自体は改革の途中でセリム三世が廃位されてしまったためあまり活躍はしなかったものの軍近代化の流れはムハンマド上将軍に引き継がれることになった。セリム三世が 皇帝に即位した頃には、当時オスマン帝国軍の主力であったイエニチェリは、完全に時代遅れになっており、それだけではなく、それまでに獲得した特権や軍事力を利用し頻繁に政治に介入する非常に危険な集団になっていた。ニサー・アムジェリードの設立は、軍の近代化とイエニチェリ軍団解体の両方を成し遂げることを目的とした意欲的な改革だった。 セリム三世によって設立されたニザームジェディードは今までのオスマン帝国軍の部隊と違い、軍装から軍機までほぼ完全に西洋化されていたことが一番の特徴だった。また、ニザームジェディードはイエニチェリ軍団の反省からか特殊な階層ではなく普通の軍隊として育成された部隊であり、銃器なども最新式のものが導入されていた。だが、 自分らの既得権益を守ろうとしたイエニチェリ軍団は、当然のごとくこの改革に反対し、最終的には1807年にセリム3世を定位から排除して遊兵した上、1808年に殺害してしまった。ただし、軍近代化の動きはこれで止まったわけではなく、セリム3世の後に即位したいとこのマフムト2世は、この流れを引き継いで、軍の近代化を断じ進め、 その上で1826年に、イエニチェリの兵舎を攻撃して、これを解体することに成功し、新式軍隊である、ムハンマド上将軍を創設した。創設当初のイエニチェリは、オスマン帝国の躍進を助けた新式軍隊で、あったが、この頃になると、自らの権益を脅かす政策に反発して、首都で反乱を起こす、最小などの変更を要求する、皇帝を退位させて、 自分たちが選んだ人物に変更させるなど、ローマ帝国のプライトリアニと非常によく、似た存在になってしまっていた。ありがとうございます。